石の見分け方について聞きたいことが。よかろう。このミネラルルーラーフィリスが鉱石の神髄を叩き込んでやろうではないか。フィリスさんが変だ。いや、いつも通りだと思うけど。さあ、子羊たちよ、いかなる鉱石について知りたいか我に告げるがいよう。我が欲するのは炎のごとく赤く輝く紅玉の持つ真なる魅力を。スーちゃん、合わせなくていいから。というわけでルビナイトの見分け方はこんな感じ。参考になった？はい、ありがとうございました。途中から元のフィリスさんに戻ってくれてよかったです。さすがにあのテンションじゃ物を教えるのは大変ですもんね。我もまだまだ精進が足りんな。フィリスさん、たまに出るその言葉遣い、何なんですか？実は前からちょっぴり、だいぶ気になってて。ふっはっは、知恵の渇望には応えねばなるまい。これはかつて共に道を歩んだ盟友との契約の証。わからない。大丈夫、私に任せて。ほほん。あはは、知りたかったら教えてあげるね。それは昔一緒に旅をした人の影響なんだ。世界の真理を知りかねていた我に典型を授けし、漆黒の魔剣士、その名はレビー。その人は外のことを全然知らなかった私にいろんなことを教えてくれたの。黒っぽい服を着たすっごい剣士で、名前はレビィさん。かの者の作りし供物はまさに史上の快楽。ああ、今記憶の糸を手繰り寄せても味覚の泉が。レビィさんの作るご飯はとっても美味しくて、はあ、今思い出してもよだれが出ちゃうよ。ゆえに我が琴の葉の調べはかの者への崇拝の勝者。そなたらも我に導かれるか。というわけで私の言葉遣いはレビィさんへの尊敬の証なの。へへへ、二人も真似していいよ。ああ、なるほど。スーちゃん、翻訳ありがとう。リリスさん、真似はしないです。こんなにかっこいいのに。言いづらいし分かりにくいからですよ。普段からみんなこんな感じでいたら一日が会話を理解するだけで終わっちゃうでしょ。っていうわけで真似はしません。ごめんなさいレビィさん、魅力伝えきれませんでした。だが我は屈しない。いずれそなたたちを我らの深淵に巻き込んで。巻き込まれませんってば。つーちゃん、疲れたから帰ろう。そうだな、姉君よ。我らが半獣の知恵と舞い戻り、創造の徒となろうではないか。スーちゃん、今日ご飯抜きね。